なかったけどショールームあって嬉しい。ああよかった。そうなの、今週はラジオ、毎週土曜日にラジオ上がってるんですけど YouTube でね。でもあのなかったから、その分ちょっとたくさん配信できたらいいなと思ってやってますありがとうございます、来てくれて。昨日パンの日だから今日はひこパンの日よね。んどういうことどういうこと、違います。そう、昨日パンの日だったらしくて。そうなんですよ。なんだ、まあ、あとまあ、あと同じこと書いてる子がいる。昨日のパン、昨日はパンの日だったから今日、ん？ん？昨日のパンの日は実質日じゃない。あ、そういうことね、違った。昨日、あ、そういうことね。ひーこパン、そう、なんかそう、私ざわちゃんにひーこパンって呼ばれてて、そのパンがついてるんよね。それで、あのざわちと私がざわ、違う、ん？チーズパンでなんかね、カレンとザワちゃんでカレー、違う、チーズカレーらしくてカレンとザワちゃんでチーズカレーらしくて、でなんか私とザワち、違う、私とカレンはカレーパンで、ザワちとカレンと私の3人はチーズカレーパンって言ってたカレンがチーズカレーパンやんって言ってました。そう昨日パンのスケーブ持ってきゃよかったおもろ、パンの日だったっていう話。そう、ひーちゃんパンの耳が好きよね。そうそうなの、あのね、私パンすごい、パンの話でこんなに広がる。あのパンめっちゃ好きで、なんかね、硬いパンが好きなんですよ、フランスパンとか。で昨日ね、あの公演の MC でもちょっとお話ししたんですけど、私食パンの耳がめっちゃ好きで、そう、端っこ硬いのが好き。パン焦げてはないけど、そう、パンの耳。そう、6期生だけどパン屋さん開けるじゃんって。そうなんよ、あのね、でなんかココッペとハンちゃん、コッペ、コッペハン、コッペパン、ほぼコッペパンやんいっぱいパンが、そう、パン屋さん開けるって話そうです。そうだ、今日はねお休みだったんですよ私。それで見て髪の毛切ったの分かるかな分かんないよね絶対に。ロングの子が髪の毛切ってもあんま分かんないけど、ちょっとだけ短くなった。綺麗にしてもらいました。シャンプーの CM 目指しそう私目指していいんですかねうん、お、なんか今日雰囲気違うと思ったら嬉しい、気づいてくれてたのね、やったね。そう、綺麗にしてもらいました。やばい今のピース。そうなんですよ、え、嬉しい、超可愛いよ、最高やん、グッドグッドカレーパンやらチーズパンやらチーズカレーパンやら今日明日もこんなにおもろね、パンいっぱい、髪がツヤツヤだなって。やった、ツヤツヤに今日していただきました。そう、ずっと行こうって思っててようやく行けました。ツル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 です。なんか違うと思って一昨日の写真とずっと見比べた。かわいい、すごい、気づいてくる、すごいね、わかるんだ、てか嬉しい。そう、なんかさ、
あれじゃん、あの髪の毛切った次の日とかにさ、なんかメンバーの子とかにさ、え髪の毛切ったとか気づいてもらえたら嬉しいやん。それ現象今。まだ髪の毛短くなってから、短くっていうかそんなに短くはないけど、ちょっとだけカットしてもらってから、誰とも会ってなかったからみんなに気づけてもらえて嬉しいです。すごいね、気づくんだ。こんばんは、こんばんは。ハートがたくさん飛んできた。ありがとうございます。こんばんは。何の話しますか。やばい、投げかけ。お、長い黒髪が似合う。そう、ずっとね、結構長い年月黒髪ロングなので、ずっと。そう、あ、目撃者の、あ、そうだ、私は11日にあの目撃者公演初めてアンダー出演させていただきました。それから配信するの初めてか。そっかそっか。わあ、どうでしたか。見てくださった方いますかね、目撃者公演。目撃者最高だった。嬉しい、やった嬉しい。お見送りで目合ったねって言われて、さすがに返しちゃった。恋に落ちろ恋に。そう、あの劇場公演って本当にね、あのお客さんの顔めっちゃ見えるので、本当に見えてます。いつもうちは持ってきてくれてる方とかもめっちゃ私じーって見てます、いつも。あ、嬉しい、 DMM で見た、やったね、嬉しいね。毎回思うけど初めてに見えんよ、それくらい前。うわー、最高じゃん、嬉しいです。嬉しい、なんかほんとなんかね、結構緊張してて、本番直前まで結構なんか不安っていうか、大丈夫かなっていう気持ちが結構あって、ちょっとそわそわっていうかしてたんですけど、本番が始まるとあっという間で、やっぱり楽しいなってなれたし、しかもあの新公演がね始まってからずっとあのどっち、あのココテンと目撃者どっちにあのアンダーで出演するのってすごく楽しみにしてくれてた方がいっぱいいらっしゃったので、ようやく出られたなっていう嬉しさと、なんかやっと出演できて嬉しいなっていう、なんていうんですかね、ステージ上でそれを改めてめっちゃ思って、あ、今日出演できてよかったってめっちゃ思いました。嬉しかったです、ありがとうございます。リポジできる、目撃者昨日のポジとおもちゃ、ですね、私そう目撃者公演は実はフリーレの時から参加させていただいてて、そう、あのお芋さんのポジションに入ってフリーレを参加させていただいてたんで、はい、いただいてました。だからそのフリーレの時ん、フリーレの時に入らせてもらったりで、それから前座で出演させていただいたりとかで、なんかどんどんなんか早く出たいなっていう気持ちがさ、どんどん大きくなっていってたから、ようやく出られ出演ができたっていう嬉しさがすごかったです。うーん、かっこいい公演だけどめっちゃ似合ってたよ。嬉しいです、ありがとうございます。嬉しいな、そんなに。あ、妖精も最多記録。あ、そうだ、あのそうか、そうだよね、多分あの私結構連続で前座に出演させていただいてたので、であの妖精は 2ポジション今できましたよね。
だから全部3個目もできるように頑張りたいです。いつになるか分かんないけどワンちゃん妖精から本編出演のスーパーヘビーローテ、スーパーヘビーローって期待していいですかね。それやばくない？妖精さんネクストスターってした後に倒れとん、次曲始まったらおもろい。いつかあるかなあるかな。妖精にいないのが違和感だやばい。それななかの髪の毛捕まえてたねって。まさか食べちゃった？食べてない、食べてないけど捕まえました。ななかゲットしました。そうですよね。ねリコピさんは卒業公演の時前座に出て本編に出演してって感じだったから、すごいですよね。すごい。なんかその日は私前座出演してなかったので、その場にいなかったからどういう感じだったのかわかんないんですけど、レモンの衣装から急いで着替えて登場した。どういうあれだったんだろう。バタバタしてただろうな絶対。すごいですよね。H のキャプテン豊永先輩がヒー&サーヤのコンビが楽しみて、そうそうなんです。そう言ってくださってるらしいじゃないですか。それめっちゃ嬉しくって、私森崎沙耶ちゃんと私のペアがなんかね楽しみって言ってくださってるみたいで、めっちゃ嬉しいんです。そうなのね、嬉しい。なんかこの間もなんかメールコンサートのリハがあった日とかのあきさんのメールで、なんか私とさあちゃんのダンスがなんかすごい好きなんだよねって書いてくださってたり、あと今日インタビューっていうか何かでファンの方が教えてくださったんですけど、なんか私とさあちゃんなんか密かに撮ってみたいと思ってますっていうのを見て、嬉しいってなりました。あ、そんな風に思ってくださってるんだって思って、めっちゃ嬉しくって、誰かに伝えたくなったけど今日休みだった今日休みでした。嬉しかったです。めっちゃなんかそんな風に思ってくださってるんだって思って嬉しいです。そう思う。やばい、自分で話してたからコメントが流れちゃった。やばい、コメント遡った。私もななか捕まえたいじゃあ一緒に捕まえに行きましょう捕まえに行こうぜ。ななかちゃんはヒーローちゃんが隣にいるから子供みたいに甘える。嬉しい。私が嬉しい。安心してくれてるのかなそう、私も多分甘えてるけど、もがみななかちゃんから北川ひいろちゃんのエピソードを聞くのが好き。何のエピソード聞いてるの？いつも。何かないかな私ななかと。あるよ私言いたいこと。目撃者公演のがあった次の日はパジャマドライブ公演があったんですよ。で私とななかは二人ともその目撃者公演とその次の日のパジャマドライブ公演出演だったので、なんかメイク道具を置いて帰ろうってなったんですよ。
次の日も公演だから。で、あの楽屋って席があるんですけど、みんな大体来た順であの荷物置いてそこに席座ってメイクしたりとか準備したりお弁当食べたりとかするんですけど、その目撃者公演が終わってからあのメイク道具置いて帰ろうっていう話になって、奈々香があの楽屋の机のテーブルの上にねメイク道具置いてたんですよ。でその日目撃者公演の時は私隣に座ってたから、奈々香と。そしたら奈々香がね、ここに隣に荷物置いて帰りやって言ってくれて明日も隣に座ろうって私に誘われたんで仕方なく隣に行きましたそう、隣座ろうって誘われた、誘ってくれました。七日エピでしたそう、しゃーなって言って隣に座りましただからパジャドラの日も隣でメイクしてましたそう受ける付き合ってるのって言われとるって。あとはさっきグッチにもひろちゃん話をしたわ。グッチに私の話をした。こんばんは。本当にさ、そうさっきも言ったんですけど、髪の毛がちょっとだけカットしたからちょっとだけ短いはずなんだけど、あのまず画角に入っていないから髪の毛が、だから全くわからないなって今思った自分で。こうしたら見える？あ、全然見えんやん。見えんやんけ。あ、そうだ、グッチで思い出したけど6期生ハウス見たよ。ありがとうございます。あのそう、今日の6期生ハウス YouTube、 あの HKT48 のとっとっとチャンネルっていうチャンネルがあるんですけど、 YouTube のそれであの6期生ハウスってやつがあって、あの今日ね新しい動画が上がってます。なのでぜひ見てください皆さん。あのグッチと小田さんがゲストで来てくださって、いくのちゃんもねお手伝いしてくれてるのでぜひ見てくださいあのなんか問題を見ずに答えだけ言うゲームみたいな、なんか見たらわかるので見てみてください。私まだ見れてないから後で見たいと思います。エキスパパン、あ、間に合わなかったやばい。笑っちゃいけない、そう笑っちゃいけないっていうあれだったんですよ。でもなんかさ、笑ってはいけないって言われたらさ、なんかそれが頭の中にずっとぐるぐる回ってさ、あのなんか笑ってしまうんよね。ニヤニヤしちゃってましたおもろい。ロキセハウスみたいめっちゃ面白かった。嬉しい、よかったあんなん笑うやんね、面白いやん。だって笑いこらえられない。どうしたらいいんやろ。なんかめっちゃ壺に入っちゃったらもう抜け出せなすぎてどうしようか悩んでます。大晦日の某番組じゃなくてよかった。それもしさ、それだったらさ、私一生叩かれとると思うていうか毎年見てたかも、うん、年越すってなったらいつも見てて、なんか兄弟とか親戚とかと一緒に見ながら紙とかで針線みたいな作って、あのなんか作って
笑った人叩いてた一緒にお互い面白くない。そう笑っちゃうんよ。ドッキリみんな翼やろ。そうあのね、そう多分そうそれもあるけど、そう最近ね公演の時とかに私とか普通に会話とかしてるじゃないですか。そしたらなんかね、なんか全部私が言うこと全部にね、ココッペだけがずっと笑ってくれるのね。可愛くない？ずっとね笑ってて、もうヒールは面白すぎるみたいな、なんか面白すぎてもうやっていけんみたいな、この間言っててパジャドラの日、なんか可愛かった全く面白いこと言ってないのにさ、ずっとつぼってて、なんだこの子と思って可愛いやん、ココッペ、ほんと可愛い。ココッペちゃんはあの合宿、オーディションで合宿審査があったんですけど、その合宿審査の時から同じチームで、そう結構ね、だから最初の方から知ってるよ、ココッペちゃんも。ねえ赤ちゃんやん、ココッペ。この間ね、あの昨日の公演でもお話ししたんですけど、あのハンちゃんが宿題してて隣でね、それを私とかココッペとかグッチとかで横で見てたんですよね。そしたらあんちゃんがここわかんないって言ってて、わかんないみたいな言ってたら、隣からココッペがここ私去年習ったからめっちゃわかるよって言って、めっちゃなんか問題答えてたのがめっちゃ可愛かった。そうやっぱり可愛かった。HKT トトット公式ツイッター赤でもヒー&グッチはゲラ女子って書いた。え、そうなの？ガチ？マジか。もう公式からもゲラって思われとるやば。ヒーローさんの話だけ笑ってるんですか？いや多分ね、何でも笑ってるのよ、ココッペをずっと笑ってるのよ。そう、かわいい。そうそうあ、ヒロちゃんのおしゃべり会福岡って、ありがとうございます、嬉しいです。福岡であの直接おしゃべり会があるのはとっても久しぶり、とってもとっても久しぶりだと思うので、直接あの現地であの対面でお会いしてお話できるのはめっちゃ楽しみです。めっちゃバリ楽しみ。オンラインもめっちゃ楽しみ。なんか話すことが多分このお話しする機会がなかった期間でいろんなことがあったから、話したいことがたくさんあるので、だから何でもぜひお気軽にあのおしゃべりをしに来てくださると嬉しいです。何でも話す。何話してるんだろういつも。でもそれぐらいあっという間に終わっちゃうのよ、楽しくて。そんな感じなので、ぜひ来たことないよみたいな、気になってるかもみたいな方がいたらぜひ来てみてください。現地に行くまでのあれがまだあれがない、勇気っていうかないなっていう方がいたら、オンラインとかでもお話できるので、ぜひぜひいらっしゃってくださいませ。
待ちしてます。やばい、ひーちゃんの唐揚げスタンプ大盛りバージョンについて聞いてみる。やばすぎる。そのね、私はあ、もうこれ説明するのが大変だからまあはしょるけど、あのまああの唐揚げのスタンプを持ってるんですよ。自分で買ったんじゃないよ、なんか普通にお友達にいただいたんですけど、なんでかわかんないけどいただいたスタンプで、それをね使う機会がなさすぎて、でもなんかザーチとかは結構面白いスタンプをよく送ってきてくれたりするから、私もザーチによくそのどこに使えばいいかわからない唐揚げスタンプをザーチに使おうってなって、ザーチにはよく使ってるんですよ唐揚げのスタンプ。ヒコパン唐揚げ好きなの？そう、なんか好きだけどめっちゃ唐揚げが一番大好きとかいうわけではなくて、そのプレゼントしてくれたお友達もうこれまた話長くなるやん、唐揚げの話になっちゃうんですけど、その私に唐揚げをプレゼントしてくれた子ががね、あ、3人登場人物がいて、じゃあ A ちゃん B ちゃんこの間もこの説明したけんもういいかなそう、唐揚げが、まあ簡単に言うと唐揚げが好きなお友達がいて、その子に、この唐揚げの好きな子に、この子が唐揚げのスタンプをプレゼントして、でこの子がなんでか分かんないけど私にもついでに唐揚げのスタンプをプレゼントしてくれたっていうあれで、私が持ってるだけなんですけど、そう、それでこの間ザワちゃんが、私が目撃者公演に初めて出演した時に、あの携帯をパッて見たら、ザワちが目撃者公演よかったよって、なんかお疲れ様って連絡をくれてて、でそれが嬉しくって嬉しかったからありがとうって送って、その後になんか嬉しかったから特別にそのスタンプの中に文字とかも何にも書いてない、ただの大盛りの唐揚げの絵だけのスタンプがあって、このスタンプ使ったことないなって思ってその山盛りの唐揚げのスタンプを送って、それで嬉しいこと言ってくれたから特別に大盛りの唐揚げのスタンプをあげるねって送ったっていう話でしたやばい、そう、特別にね、それで嬉しいことを言ってくれたから、そのありがとうの気持ちを込めて山盛りの唐揚げのスタンプを送ったよっていうことでした。ザーチがモバメで送ってくれてチーズパンの会社も、そう、でもねザワちゃんから、そう、私も送ったからそうなっちゃうのはしょうがないけど、ザワちゃんはね、なんだろう、ちょっと待って、どんなのだったかちょっと見返していい？ザワチもね、なんか珍しいの送ってくるんですよザワちゃん。なんかザワちゃんってあのちょっとダジャレとか好きじゃないですか伊沢美ちゃんね、でなんかそのダジャレのスタンプがあるんよ、でなんかサンキューっていうスタンプ、サンキューっていう意味でサンキューリーっていうスタンプ送ってきたり、あの斧の絵が描いてあって「斧」みたいなスタンプ送ってきたり、審判員とかそういうスタンプ送ってきたり、そうだからそれのお返しで唐揚げ送ってますザージャンといえば昨日の MC のとんかつ話、それ私さ、あのそこの MC の前半と後半が違ったから、
その場で直接お話聞いて聞いてないんだけど、あのそのね帰りにその話したよっていうのを教えてくれて、でその現場にいたんですよ私ちょうどね。そう、この話ちょっと知らない方もいるから言いますね。昨日のお弁当でとんかつが入ってたんですよ。とんかつが入って、で結構その場には6期生の子たちがたくさんいて、でざわちがね、ねえねえってなんかみんなを呼んで、したら何を言い出すのかなと思ったら、そのとんかつをこうやって 1,2 とんかつとかやり始めてそう、とんかつって言い始めて、でそしたらあの渋井ちゃんとざわちだけ2人で笑ってたっていう2人しか笑ってない。そう、とんかつって言ってた。そう、みんなねえってなってたところを、あの渋井ちゃんとざわちだけ2人で笑ってたっていうのがおもろかった。本当に面白かった。それあの渋井ちゃんしか笑ってないんよって言って本当にハンバーグとかね、とんかつとか言ってるよねザーチ本当に面白い、なんか面白い。でそれに対してね、渋井ちゃんだけがバリツボってたのが本当に面白かったそう、渋井ちゃんも好きやんダジャレとかそうなえ、そうなんや。ゆうなさんがとんかつを聞いてごめんなさいねって最初にやっててって言ってた面白い、本当に面白いな。そう、そういうのね、楽屋でよくさあちゃんが言ってます。渋井ちゃんだけが笑ってたんよ、面白かった。しぶちゃんの生誕 MC 見たよ、お、ありがとうございます。そうだ、それね、あのしぶちゃんの生誕祭の時に、生誕祭のパートの時に初めて司会をやったんですよ。生誕祭パートの司会を初めてして、緊張した、めっちゃ緊張した。なんかすごい特別な日じゃないですか生誕祭って。大事なね、渋井ちゃんのとっても大事な日で、でさ、それをさ、私のちょっと待ったの掛け声で開始されるって考えたらドキドキしてて、そうそう、ドキドキでした。あ、そうだ、あのね、こないだそのラッキーラッキーとやっぱり平和やんって聞いた面白いやんみんな。あとね、そのそのとんかつの日の話なんですけど、なんだっけ、あ、なんて言おうとしたっけ今、なんか今言おうとした話があったっけ、ちょっと待って後で思い出したいと思います。と唐突にうるうるしてませんでした。そう、なんか急に来ちゃってびっくりして、私もびっくりしちゃった。そう、なんかあんまり人前では泣かないように頑張ろうって、なんか笑顔の部分だけ見せられるように頑張ろうっていう気持ちでいたけど、なんかねそれがこらえられなかった。なんかわかんないけど、なんか渋井ちゃんのそのスピーチお話聞いて、なんだろう、なんか自分とちょっとリンクするところとかもあったり、なんか渋井ちゃんが思ってることとかもそのスピーチお話で分かったりして、なんかあーあーってなって、なんなんだろうね、なんか我慢できなかった分かんない、自分のことでは泣かないのにね。いやでも自分そう、なんか自分の生誕祭の時は本当は泣かなかったというより、めっ
ちゃ我慢したっていうのが多分正解なんだと思うんですけど、そう、もう本当に喉がちょっとキューってなってて、だから泣かない、なんか元が多分あんまり泣いてるところが多分珍しい、皆さんからしたら多分珍しかったから、多分私はあんまり泣かない人って多分思ってる方が多分多いと思うけど、めっちゃ我慢してるバリ我慢してます。そうそんなのキューってなる。そうでもめっちゃこらえて頑張ってる時に、私の生誕祭の時はさ、ザワちゃんとさ、レイヤがさ泣いてくれてたじゃん。それでなんか気がちょっと紛れてちょっとごまかせた自分の球を。そうそう、だから全然涙強いというより多分どちらかというと弱い、涙弱い、なんだその言葉、そんな言葉あるっけけどめっちゃ頑張ってる多分見てたらわかるかも意外とパッてさって見たら意外とわかんないけど、でじーって見てたら、あ、こらえてるくねってなりそうそう多分わかると思います。涙もろいそう、そっちでしたそう、君の頬に涙サプライズ、そう涙サプライズ、すいません全然違う話なんだけど、涙サプライズ、私小学生の時にお家のね、なんだろう、まださめっちゃスマホが主流ではない時、まだちょっと出始めたばっかりの時ぐらいの時はまだ動画とかをさ携帯で見るというよりパソコンとかで見るっていうのがどちらかというと多分主流だったじゃないですか。でその時代にねずっと一人じゃないか、お母さんにパソコンの使い方を教えてもらって AKB さん検索してずっとね涙サプライズと大声ダイヤモンドとあとポニーテールとシュシュとかこの3つをずっとエンドレスで YouTube でミュージックビデオ見てたって思い出があります。すごいなんかなんでなんかねずっと見てたんよ、いつも学校から帰ってきてなんか涙サプライズめっちゃ見てたイメージ、自分の中で大声ダイヤモンドとかバリ見てた。そうね、いいよねやばいめっちゃ面白い、この面白かった、やばい自分的にツボ、ずっと誕生日やんって無理それほんとそれな、ずっと誕生日気分やったんかなその時、無理やばい誕生日気分やったんか、そういうことか、もうちょっと面白い、やばいやばい。そうめっちゃ見てたっていう記憶があります。あとそうポニーテールとシュシュとかそういうなんかシングルのミュージックビデオよく見てた。毎日が生誕祭、やばいね、ケーキ出てくるかなどっかケーキ出てきてなかったけどな、でも見てたずっと。なんでなんだろう、でもその時はメンバーさんにをすごく詳しいとかそういうのではなかったけど、ずっと曲が大好きで、そう AKB さん全体が好きで、個人個人をめっちゃ推しメンが誰とかそういう特定のものもなかっ
ったし、それで直接その時に会いに行ったりとかコンサートに行ったりとかそういうのは直接のあれはなかったけど、ミュージックビデオをずっと見てました。で、あと毎年総選挙とかもね見てたし、すごいなんか本格的に推してるっていう感じではなかったけど、でもなんか毎年総選挙は見るっていう習慣があったな。すごいよねそれって。またパジャマドライブ公演でひろちゃんが出た時はひろちゃんのうちは持ってきますね。あ、ありがとうございます。すぐ見つけますね。私ねちょっと自慢するほどでもないかけど、あの劇場公演に来てくださって私のうちは持ってきてくれてる方たち、あの絶対全員ね見つけれるんよね。あのね毎回その公演終わりにお見送りっていうのがあるんですけど、その来てくださった方たちが一列になってありがとうございましたって私たちの前を通って帰っていただくっていうお見送りをするっていうのがあるんだけど、それであのいつもねこうやって私の近くに来たら多分持ってきてくれてたうちはさこうやって見せてくれるじゃないですか。そしたらね全部その公演中に発見できたものしかないの。だからそこでお見送りの時にあこのうちは見えなかったみたいなのがないと見えるんだよね。そう最初の方はさあのアンダーデビューしたて公演劇場公演でのデビューしたての頃とか最初の方はまだ今も最初の方だけどもう本当に最初の最初の方は本当に全然そうやってね、なんか全部を発見するっていうのができてなかったけど、最近はもうあのパーフェクトやばい自分でハードル上げてるかな。でも本当にそうなんだよね。そうありがたいです。だからうちは見つを見つけるとってなるってそう嬉しいです。およく公演後に指さしてるのが映ってる。おお、あそれは見えてるよって多分やってるんだと思います。視力いいの？お家にいるときはメガネ。レモンの衣装のうちは目立つ。確かにあのね私のレモンの衣装のうちは多分一番私の一番最初の個人うちわの時の写真なんですけど、そのうちは確かにすごく見えやすいかもです。黄色の衣装なんですよ、それがレモンの衣装が。でなんか黄色だからかわかんないけど、でもねその私のだけじゃなくてその他の6期生の子たちのそのレモンのうちはもうめっちゃ見えます。なんかすごい色パッとした色の衣装だからかな、すごく見つけやすいです。うん見えやすい。原色っぽい衣装だからかな、見えやすいです。あとでもねこの間の公演であの最近のねうちわ最近のコンサートのうちわの方のうちわをね持ってきてくださってる方がいて、それも見つけやすかったんですよね。てか何でも見えるから結局見えるから
リンチケットの中穴の中上に隠してハルコンのうちわか、春のコンサートのうちわもう見つけ持ってきてくださってる方いました。グリッターの文字は見えにくいかも。いいえ、見えやすいですわよ見えるわよ。うちわは漢字とひらがなどっちが見つけやすいかな。どうだろう。あ、でも最近思ったのが、なんか結構さ、名前で漢字がメンバーで一文字だけ漢字が同じっていうメンバーとか結構いるじゃないですか。でそれでね、私の名前ヒーローってて、あのこうやって上の方に、ここの上の方に書いてるあの漢字なんですけど、ヒーローっていう。で色、私のヒーローの色の漢字が結構同じ方、小田さんとさやまるさんと森崎さあちゃんと同じだから、たまにね、あ、見つけたって思ったらその3人だったみたいな時がある。でも見つけやすい。どうなんだろう、ひらがなどうなんやろ。でもあのね、北川っていう漢字で書いたのを持ってきてくださってる方がいて、それはなんかさ、意外だ、意外じゃん。北川、苗字のか、ん、苗字のうちは持ってきてる方が珍しくて、私の中では。でもそれめっちゃ見やすかった、見つけやすいか。でも何でも何でも嬉しいけど、確かに北川七は激しいね。ヒーローが分かりやすいのでは。あ、確かに確かに確かに。でもな、何なんだろうね、どういう文字が一番見やすいんだろう。ちょっとそれも考え、ちょっと今度から気にして見てみたいと思います。あ、このチアが一番最初に目に入ったとか、色とか、難しいね。色でも色、どうなんだろう、難しい。黄色で一文字ずつ作ろうと思ってるけど、どない。え、いい、嬉しい、楽しみもう勝手に作らせようとしちゃってる、ごめんね。無理せずに皆さん来てください。普通にスケッチブックとか何でも紙とかになんかマッキーとかで書いてくれてるだけでも見つけ出すので見つけ出したいと思います。だってうちわってさ、私も作ったことあるから結構時間かかるじゃん、うちわ作るのって。だからさ、忙しい中さ、こうやって作るのって意外と時間かかるから、本当に簡単な、ね、まず作ってくれるだけでありがたいのにさ、そんなたくさん時間かけてさ、毎回違うの持ってこようとしてくれてたりさ、新しいの作るよとか言ってくれたりさ、無理せずに紙に書いちゃえマッキーで「ペンライトは何色か教えてください」。あのね、黄色と赤にしてます。勝手に自分で決めたんだけど。なんか ヒーローっていう名前だから黄色って間違われやすいっていうのもあって黄色で、でヒーロー色っていうやつがあるんですよ、本当に。それがちょっと赤っぽい色で、なので黄色と赤です。
NHKT の内輪文化に対抗してスケブ芸人やってるけどいかに受け狙えるかみたいなところあるないとか書いてかっこない。アメリカのヒーローも黄色と赤のイメージ。そうなん、アメリカの、確か、うん、あ、アメリカやばい、あの部屋の片、あの天井の隅を見て考えてしまった。ペンライトで思い出したけどたまに色が全然出ない時あるから行く前にペンライト確認しとく。電池とかってことですか。確認お願いいたします。今だとヒロアカとか、あ、ヒロアカね、私ね1話しか見たことないか。なんかねアニメを見たいなっていうあれがあるんですけど全部ね1話とか見て結局ちゃんと見れてない気がする。何なんだろう。そうね、グッチに教えてもらおうね。そうしよう、そうしよう、ヒロアカ教えてもらおう。でも面白いよっておすすめよくしてもらうから見たいな思いつつまだ見れてないよって感じ。アニメの話したい。でアニメ何が好きですか皆さん。なんかね最近アニメをなんかちゃんと全部を見たいなっていう気持ちがすごくあって、あと漫画とか今までそんなに漫画とかアニメとかに詳しい方ではないから、でもなんかそうし、それしたくて、そう名探偵コナンって来てるけど、あのね名探偵コナンはあのところどころ見たことあるんですよ。あのテレビでやってるじゃないですか。それをあのねそのコナンが会ってる時間帯に家にいたら絶対コナン見てるんですけど、でも見れない時とかあるじゃないですか、家にいない録画まではしてなくって、だからところどころ知ってるよみたいな感じで。でドラえもんとかクレヨンしんちゃんとかもそうじゃん。でなんだろう、ワンピース全部漫画、あ、そう、あのね漫画ね、ワンピースね、なんだこの目の前にね全巻あるんよ。私の家にあるんですよ全巻ワンピース。で何度も読もうと試みたんです、このあの漫画たちをね。そう全巻持ってるんだけど、いつもね本当にいつもあの1巻から今日から全部読むぞっていうなって、だいたい10とかでいつも終わっちゃって、で結局時間が空いちゃって話がちょっとあやふやになったからもう一回1話から読もうってなって、そしたらあの1巻だけめっちゃ多分知ってます。だから全部さ途中から読み始めたらいいのにさ、でもどこまで読んだかもう忘れちゃって、そう面白いから読んでみよう、途中からでもいいよって。そうだからどうなん、意外とねそうちょいちょい何でもね、なんかちゃんと全部を見たいのにちゃんと最後までなんかなかなかいけないんですよ、到達できなくて悩み。でもねそう話が進まないんよ。そうあるあるやんね、どうしたらいいんだろう。でもなん、あ、そうさっきスパイファミリーって来たけど、スパイファミリーも
漫画持ってて、でアニメも、あそう、スパイファミリーはあのアニメ全部見てるよ、見ました、面白い、アーニャ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 ピーナッツが好き可愛いやん。あと何見たんだろう、何見たんだろう、スパイファミリー漫画は読んでるエレガント先生好き、エレガント、ナルト、やばい、ナルトもあの全然ね、あの全部をめっちゃ詳しいわけじゃないんですけど、その小学校の時とか家に帰った時にちょうど家帰ってきた時間ぐらいとか、お家にたどり着いてちょっと経ったぐらいからナルト始まってませんでしたっけ。だからちょっこり見たことあるんですよね、ところどころ。なんかそういうのがめっちゃ多いんですよ、なんか真ん中ばっかり見てるから。ナルトは全部持ってないですナルトは持ってないです。そうそうそうね、夕方の方に放送してましたよね、だよねだよね。ポケモンとかもそんな時間帯でしたよね。そうポケモンもだからそう兄弟と一緒に見てたりした。でもね、あのめっちゃ好きなアニメがあって、私普通に女の子のあのアニメなんですけど、守護キャラっていうアニメがあって、それはめっちゃ好きで、ちっちゃい時から好きで、もう何週も見た守護キャラ欲しい、ここに置いて。なんかね、その卵がみんな心の中になんかなりたい自分みたいな卵があるみたいなね、自分のなりたい理想のなりたい自分みたいなのが心の中にあって、それが明確になった時にその卵が心から生まれてっていうお話なの。なんか欲しくなる守護キャラ。ポケモンどの世代、あれです、ダイヤモンドパールです。カレンちゃんが好きなハンターハンター見よう。好きなんやカレン。そう6期生の子たちさ、あのアニメ好き、アニメとか漫画が好きな子が多い気がする。そうザワちゃんとかココカレンとか、ココカレンちゃん、あと誰だろう、なんかみんな結構アニメの話してるかもね。だからザワちゃんとかにね、あのおすすめのアニメとか教えてもらったりするかな。いつ何、あとね見たことあるのはなんだ、前にロッキー星ハウスでザーちゃんとグッチがアニメに詳しいだけね。そうしてたよね、私そう、その日いたんですよ、その撮影してた場所に。すごいって思いながら見てました。ね、明日からポケモンがサトシじゃなくなる、明日からなんだ、やばい、サトシガチか、旅終わったんだ。プリキュアならアキちゃんやネネちゃんが好きで、あそう私もプリキュアめっちゃ好きで、私はプリキュア5の世代です。プリキュア5とプリキュア5ゴー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 、あそう続編があるですよ秋から、バリ楽しみなんですけどめっちゃ楽しみにしてる人おる。そうね、そうやん、サトシで育ったやん、ね、わかるよ、ほんとそう。
ね、懐かしい。北川ひろちゃんの住所はミルキーローズの森さん。それはあのミルキーローズっていうね、プリキュア555で出てくる、そのプリキュアではないけどプリキュア子がいるんですけど、その子の必殺技です。そう、同じ埼玉県出身としてはクレヨンしんちゃんが昔から好きって。あ、埼玉春日部、春日部ね、クレヨンしんちゃんも面白いですよね。そう、あのね、クレヨンしんちゃんって結構短いお話で、どこのお話見てもそれで完結するじゃないですか。だからね、一時期というか、まあ最近もだしけど、ちょっと時間が、あと家をちょっとで寝ないといけない、あと30分とかしかないとかいう時とか、クレヨンしんちゃん流してます。そう、なんかコンパクトに話も終わるし面白い。アイカツとかたまごっちとか見てたの、やばい、懐かしすぎる。アイカツとたまごっち懐かしすぎる、やばい、たまごっち懐かしすぎる。てかたまごっちね、持ってるよ私。なんだっけ、何周年だっけ、25周年、たまごっちねあるんだよ。たまごっち、そう、一話完結だからとっても見やすいし、あの時間がちょっと短めだから、なんだろう、1時間とか30分とか時間がないっていう時とかにおすすめ。おすすめです。そう、25周年、そうの、たまごっちのやつ持ってる。あとたまごっちミーツも持ってるし、たまごっち ID も持ってる。あとそのアイカツもそうだけど、プリティリズムめっちゃ好きでした。やばい、なんか女の子のアニメ、女の子、ちっちゃい女の子が見るアニメの話なんですけど、そうそう、私が小学生の時とかの話です。そう、たまごっちめっちゃ好き、好きなんだ。アプリのゲームもやってないの？あ、それはやってないですね。プリティリズム見てた。あ、同じ。ハートのね、プリティリズムっていうのは、その、まあ、ポケモン、男の子で言ったらポケモンみたいな感じで、女の子はプリティリズムっていうアニメを見て、あとゲームセンターにもその機械があるんですよ。ポケモンもあるじゃないですか。それみたいな感じで、いっぱいね、そのゲームするとハートのストーンが毎回もらえて、それ今たくさん持ってるけど、そう、いつも紹介したいってなっていつも出してないから、本当に次紹介したい。いっぱいある、まだ家にある。やばい、アイマイマイン、やばい、マインちゃん、やばい、見てた。ミミか、やばい、それ知ってる。そう、大人になってから、そう、なんかね、その当時はなんて言うんだろう、見てたけど、なんかしっかり意味がちゃんと理解して見てなかったなっていうのが多くてだから今そのちっちゃい時のにちょっと見てたりとか、ずっと好きだったものとかを今の年齢になって見返したりするのがとっても好きです。わ、この時、あ、この話見てたみたいなやつにたまに当たったりリアルタイムで見てたわとかいうやつに当たったりとか
するのも面白いし。やばい、ラブ&ベリーも世代です。あのね、私は多分ラブ&ベリーが多分ちょうどね、ちょっとだけかじったんよ。でも多分私がそのかじったぐらいで、多分そのあたりでもう最後らへん、ラブ&ベリーの最後らへんの時にかじったから、もうちょっと時が遅かったけど、何枚かカード持ってた。待って、テンテレなんてリアルタイムね。そりゃそう、そりゃそう、もう絶対に毎日見るよ。みんな見てたでしょ絶対、家に帰ったら毎日見てたもんね。歌とか、歌なんか覚えてる、まだ。女の子向けアニメは初代プリキュアとキラレオね、キラリンレボリューションね。キラリンレボリューションもあのちょっと多分最後らへんだったけど、ちょっとあの世代が多分私たちよりもちょっと上かなっていうぐらいだけど、あのタンバリンとか持ってました。お下がりでもらっていただいたから、なんかね、こうやって耳こうやってカチューシャになっててマイクみたいなやつとタンバリン持ってました。キラリンレボリューション。ひーちゃんもテレビ戦士になりたいと思った？ね、思うやろね、みんな思ったことあるでしょ。てか今もなれるならなりたい。やばい。19歳、なれんって。僕の世代の女の子はみんな一期一会のやつ持ってた記憶。そうね、あのね、それは私はね、なんだろう。でめっちゃ懐かしいじゃん、一期一会ってやつがあって、あの小学校の図書室にその本があって、めっちゃ借りてた。めっちゃ借りてたイメージ。そう、キラリンレボリューションのお下がりヘッドセットの話。そう、お下がりのヘッドセット、そう、初めてヘッドセット、初めての、そう、こないだのコンサートで、春のコンサートで初めてヘッドセットだったけど、間違いだ、そっちが先だもん。もうヘッドセットのデビューしてたわ昔に、キラリンレボリューションのやつ。だからそれであのやってたから、ずっと憧れだったな、こういうヘッドセットのマイク。だからこの間のコンサートで初めて本物のヘッドセットができて大興奮でした。みんな6期生ちゃんたちはそこで初めてヘッドセットする子たちがの方が多かったから、私も含めて、だからみんなウキウキしてましたね。やばい、昔の話面白かったね今。ひな世代ってプロフィール帳ってあった？そう、あったよ、ありました、ありました、プロフィール帳あったので、あのね、お友達とかがこれ書いてって紙くれて、そのプロフィール帳の、そう、それで私もそう、みんながそれしてるのを見て私もずっと欲しくてみたいな感じだった。いつもお友達に書いてって言われたら、こうやって書いてどうぞって渡してるって感じ。あれすごいよね、楽しい、あれ面白、懐かしい、なんか急に懐かしくなった。なんかちっちゃい時の記憶って意外とまだ覚えてるもんなんだなってすごい感じますね。なんかてか、なんかね、曲とか聞いたら、その なんだろう、それの曲を初めて聞いた時の気持ちというか、その時の風景というか思い出す、蘇ります。
え、わかるかな伝わるかな。ね、そういうなんか懐かしい話って何でも楽しいですよね。そうね、テレビで見た記憶ってすごい意外とね残ってますよね。すごい。やばい、唐揚げのスタンプからラブ&ベリーまで幅がすごい、すごい振り幅がすごかったですねやばい、面白かった。なんかそう、おすすめのアニメを聞いてたはずなのに自分の世代の話してた。いろいろ教えてくれてありがとうございますそう、昔聴いた曲聴くとその時の気持ち、そう、蘇る。わかる、わかります。私もそれ、なんかなんだろう、その時の風景が浮かぶんだよな私。高低差に見て耳気になるやつやばい、初めて言われた。後藤さん、え、嬉しい。メカ配信が楽しいって嬉しい。ずっと喋ってるだけなのに私はです。わかります、わかります。今になってね、なんかあの当時は無意識にその歌詞とか深く考えてるわけではなくて、そのメロディーとか歌詞をただ口ずさんで楽しいっていう感じだったけど、今さ、こうやってちゃんと歌詞とかを見てみるとすごく改めて良さに気づいたりとかありますよね。わかります、とても。お出かけとか知ってる？え、知ってますよ。お出かけ嬉しい、嬉しい、楽しいなら良かったです。今見てる番組で来週の運勢と運勢のコーナー始まったけど、ラッキーアイテムプロフィール帳だったやばい、タイムリーすぎる、すごい。じゃあ本当に絶対そうやん。だってさ、なかなかプロフィール帳でさ被ることなくない？すごくない？すごい、絶対ラッキーアイテムよそれ本当に。じゃあ絶対に買いに行かなければ。こんばんは。ね、大きくなってから分かることってたくさんありますよね。え、分かる。子供の頃見たのと大人になってから見るのでは、そう、感じ方というか違いますよね。なんか分かる。あ、こういう話だったんだっていう気づきがすごい。楽しかった。なんかめっちゃ激アツに語ってしまったプロフィール帳買いに行かなきゃって。ラッキーアイテムなんてね、やばい。お、もう気づけば1時間以上してたのね。昔ひーちゃんの先輩のググタステ占いのせたけど、ラッキーアイテムが駅ビルだったことがある。えー、駅ビル、ラッキーアイテム、あ、そこに行けばいいんかってことかな。ねえ、あっという間じゃん、びっくりした。なんかいつもね、なんとなくこんぐらい配信しよっかなみたいな時間決めてるんですけど、絶対に過ぎてるんよ気づいたら気づいたら時間が過ぎ
びっくりするいつもね。あっという間だ。じゃあランキングを読もうかな。じゃあランキングを読みますね。13位からだよね。いきます。13位、フルケンさん。12位、ポテイトーさん。11位、切腹さん。10位、ビーバーさん。あ、今9位、9位、ロンリーヒロちゃんさん。8位、アキアキさん。7位、アシュラーのガッさん。6位、プロトレックさん。5位、ミンナミックさん。4位、ガッチャさん。3位、ニョロちゃんさん。2位、リュウダイさん。1位はつよりんこさんです。イエーイ。配信ありがとうございました。それではちょっと遅くにいつも遅くまでありがとうございますね。本当にすいません。じゃあゆっくりおやすみなさい。ありがとうございました。